大野川下流大野川中流大野川中流、春の朝大野川は、大分県南部、中部、熊本県東部、宮崎県北部を流れる大野川水系の本流で一級河川である。宮崎県高千穂町北部、大分県と宮崎県境をなす祖母、片向山の祖母山に源流を発し北流。阿蘇山を中心としたカルデラの一部も、源流となる。これらが、 大分県武田市、文豪大野市の中北部、薄木市の津町を流れ、大分市で別府湾に注ぐ。武田市では阿蘇山の外林山からの伏流水が湧き出している、流水地が多く点在する。下流では大分川と共に大分平野を形成し、流域には肥沃な農地が広がる。高田地区では、分流の乙津川との間に、高田林中と呼ばれる和重が発達している。 文語国風土器によると、大野軍は、しっかり原野なり、つまりほとんどが原野であったことに由来する。川の名前は、群名から由来すると思われる。大野川流域には、奥、竹川の合流地点付近の岩戸遺跡をはじめとする、旧石器時代から、弥生時代、古墳時代にかけての遺跡が多数点在しており、古くから人が居住していたことが確認されている。大野川はかつて、 その下流にあたる、現在の大分市工事付近では、突撃川と呼ばれていた。天正十四年十二月十二日には、この付近の河原で、島津家久が率いる島津勢と、長祖壁元地下、信地親子、戦国秀久、大友義宗らが率いる豊富勢の間で、突撃川の戦いが起きた。江戸時代に入ると、文後国には多くの昭藩が並立し、大野川は、 岡藩と薄木藩の藩境となるとともに、流域に位置する諸藩と海を結ぶ重要な交易路、交通路としてにぎわった。この時期の大野川の主要な港としては、岡藩の犬海港、薄木藩の滝合港がある。上流から、下流の順に記す白水溜池園庭上流から、下流の順に記す鶴崎橋のすぐ下流にある、大野川うばん桜スポットは、 桜のトンネルの中を歩くことができるソメイヨシの400本が植えられた桜並木道。原尻の滝。ありがとうございます。